皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。加藤官房長官の偽画像によってですね、印象操作をしたということで、政府がですね、本当に異例だと思うんですけれども、ツイッター社に投稿を削除したというのが大きなニュースとなっています。で、これ本当に恐ろしいんですけれども、画像加工を簡単にできます。これ上に出ているのは読売新聞が出しているものですけれども、偽物と本物、この震度6強の地震だっていうのに、こんな笑顔とは何事だみたいな、印象操作を簡単に、元の画像からすることができます。ツイッターとかでもしこの画像が回ってきて、これ偽物だとやっぱり思わないですよね。何を笑ってんだ、バカ野郎みたいな話になると思うんですけれども、実はこれが偽物だったと。で、政府はやっぱりさすがにこれはいくらなんでもおかしいと。誤解を受けるっていうことで、ツイッター社に依頼をしたわけ、削除の依頼をしたわけですけれども、これね、本当にこんなこと、わずか数秒で特別な技術もなく、無料のアプリで簡単にできます。例えば簡単にできるアプリ、顔写真を笑顔にできるものとして、フェイスアップっていうんですかね、無料のアプリがあります。これね、めちゃくちゃ簡単です。すぐに、画像を加工できます。例えばこの画像、官邸のサイトの記者会見の様子の画像を拝借したものですけれども、これにその時加工されたもの、震度6強というテロップを私が上から貼り付けたものです。もし例えばこの表情だったら、すごい真剣に、この、地震のニュースを伝えてるってことになりますけれども、これ、フェイスアップというアプリ、わずか数秒でこんな笑顔にできます。これだとやっぱり不謹慎だ、ふざけるなみたいになりますよね。でも、これとこれ、全然不自然さがないですよね。しかもこんな笑顔になるのが、わずか3秒ぐらいで、しかも無料のアプリでできるんですよ。つまり誰でもができるっていうことです。極端な話、小学生とかがいたずらでやろうと思えばできますし、本当にですね、例えば昔だったら、めちゃくちゃ画像加工をしてね、それこそ何時間もやってやっと笑顔にしたみたいな世界が、今わずか数秒でできてしまうということです。これちょっと別のものでやってみます。例えばこういった、例えば女性キャスターみたいな方がいて、例えばミャンマーで60人死亡みたいなね、ニュースがあった時に、この表情だったものを、この例えばね、キャスターなり、官房長官なりを貶めるために、こんなふうに、これもフェイスアップというアプリでやってますけど、ちょっとこの笑顔は不自然ですけども、こんなふうにやられたら、60人死んでるのに、この笑ってるとは何事だっていうふうになると思うんですよね。でもこれ、本当にこの元画像からこんなふうにすることができるので、本当に簡単に数秒に、できてしまうというのが、本当に恐ろしいなということで、そもそもこの画像自体がフェイクです。私の画像を、このフェイスアップというのは女性から男性に転換ができるので、性別も変えて、その上にさらに笑顔にしているという。で、これ、お金を払うと、例えば髪の色を変えられたりとか、もっと自然な笑顔にできたりとかします。つまり、もう加工がもう簡単にできるということです。皆さん、ぜひですね、これ今の時代、なんていうか、写真って動かぬ、決定的な証拠みたいに思われがちですけれども、写真とか動画、簡単に加工できます。しかも特殊な技術もなく、無料のアプリで簡単にできるので、なんか不自然だなと思ったら注意してください。ある、ね、その、例えばその気に食わない人が何か作為的に何かわざとやっている可能性があると思うので、この加藤官房長官の不自然なというか不自然すぎる笑顔ですけれども、ああいうものも要はね、なんていうか、もう気に食わんと、あいつをなんとかね、人気を落としてやろうみたいなことで、簡単にわずか数秒でできてしまうので、皆さん注意をしていただきたいなと思います。